喜べば喜ぶほど人生はもっと喜ばしくなる。 A さんが虹を3分近く見られた理由。車内に交通安全のお守りをたくさんぶら下げている車ほど事故に遭いやすいという統計があります。もちろん単に視界が遮られたり目の前でブラブラしているものがあるために飛び出しなどに敏感に対処できなくなったりするわけで、三次元的な原因もあるでしょうが、お守りは事故に遭うことを恐れ心配しているから持つものです。それが運転中に視界に入ると自分の潜在意識に訴えることになり、ドライブを楽しむどころかまさに恐れていた事故に遭うことになるのかもしれません。心配するのは損なのです。私のところに宇宙から来たメッセージで、意識の密度は現象の密度であるというのがあります。このメッセージによると、楽しい方に意識を向けているとその現象が起きやすくなるそうなのです。例えばこういうことです。夕立が降った後に20回に1回くらいは虹が出ます。その時、わあ、虹が出て嬉しい、綺麗だと喜ぶ A さんは、虹への意識の密度が高まっている。それは再び A さんが虹を見る確率が高まったということなのです。次に B さん。 B さんは頭の上に虹が出ていても下ばかり向いていて虹に気がつかない人です。それから C さん。 C さんは頭上の虹に気がつきましたが、ちらっと見ただけ、喜ぶことなくそのまま歩き続けた。神様がこの3人に1分ずつ虹を見せる予定だったとします。ところが B さんは虹に見向きもしないので、この1分を A さんの頭上に持っていく。さらに C さんもちらっと1秒は見たけれど喜ばなかったので、この残りの59秒もA さんの頭上に持っていきます。結局 A さんは本来は1分だったのに2分59秒も虹を見られることになります。身の回りに嬉しい、楽しい、幸せなことを起こしたいと思ったら、ただひたすら喜んで嬉しがって、幸せだ、ついてると思うこと。そうすると神様は人間を喜ばせたくてしょうがない存在なので、喜べば喜ぶほどもっと喜ばせてくれる。しかし逆に何の感動も喜びもないと、じゃあこの分は喜ぶ人のところへ持っていこうということになります。喜び方の達人に対して神様は喜びをあげたくなるようだということです。痛みは消え、顔も若返る。あ
るご夫婦から。お茶を入れると必ず茶柱が立つようになったんですと聞いたことがあります。以前は全く立たなかったのだそうです。そのご夫婦は私のこの話にヒントを得て、ティーバッグをやめて急須でお茶を入れるようになった。最初は50回に1回しか立たなかったのが 100% 立つようになった。明らかに意識を向けたことについて、その現象が起きやすくなっていると話してくださいました。右肩、右腰、右膝の3箇所に痛みのある方がいました。その方は今まで痛いところにばかり関心が向いていた、これから痛くないところに関心を持ったらどうなるかと思ったそうです。その方は気功師だったので、体の部位の名前を300も挙げられた。そしてその全部に痛くない、ありがとうと言っていたら、3箇所の痛みは全て消えていました。私の周りには感じのいい人ばかり集まっていると思ったとする。そういう人の見方をしていれば、今後も実際にその人の周りには感じのいい人が多く集まってくる。反対に目の前の人に対して、この人は感じ悪いと荒探しをしながら人を見ている人は、自分の周りにそういう人が集まってくる。鏡を見るとき、自分の顔を見ながら、ここもシワが寄っている、ここも老化していると思っていると、老化という意識の密度イコール現象の密度となる。つまり老化の進行が早まる。ここも若々しい、あそこも若々しいと言っていくと、若々しいところに意識が集まるので若々しくなるということです。この法則はあらゆることに応用できるようです。わあ、嬉しいと喜ぶだけで、もっとたくさんの喜びが起きるようです。